あれですね、なんかすごい重版するね。ありがとうございます。ケモシテアのね、エッセイのね、虚空経典というのがね、5ずり目かな、なんかすごいね、重版して非常にありがたいんですけど、1年くらいだったらよかなと思ってたんだけど、あのね、もう平気だろと思うんで言うんですけど、虚空経典って発売がちょこっとだけ延期したんですよ。その延期した理由何かっていうと、これ本当になんでかわかんないんですけど、虚空経典帯がね、まあ発売され本には帯があるもんですね、の裏に何の工程で誰かがわかんない、どういう工程で入ったのかわかんないけど、ちっちゃく発売されるギリギリ前の本です、確認くださいって言って見たら、すっげーちっちゃくタガメケンモチが書いてある。あれ、こんな、これってなんかこういう感じでしたっけって言ったら、あれ、なんでですかってみんなざわついて、結構ちょっと真面目風な本なんですよ、少なくとも外側はね。だからこれちょっとしない、あれどうなんだっていうことで、これこいつを消せっていうことで1ヶ月遅れました。珍しくないですか。食べ物とかならあるんですよ、本で虫が混入して発売が延期しました。なんでなんだろうね、どっかの家庭でちっちゃく高めの気持ちが混入してたんだよ。ないよね、こんなことね。うん、いやそう、権利とかはね正直大丈夫だと思うんですよ、僕がねあまりに強い権利者すぎて、うん、なんですけど、まあね、さすがにその温度感的にどうなんだみたいな、本当にどの家庭では入ったかわかんないの、マジで混入したんですよ、うん、まあね消さなくてよかったじゃん。いや別にいいんだけどね、正直言ってもいいんだけど、ちょっと異物混入しちゃって、本で異物混入しちゃってちょっと延期しましたということでね。うん、でもそれをね、リアタイで言うと犯人探しみたいな、誰がいるか悪い、そんなの正直どうでもいいじゃんね、うん、っていう、まあ発売した今だからこそ言うんですけど。ということでね、はい、いたずらじゃないと思います。なんか普通になんか良かれととかなんかでそもそも載せるつもりがなかったのに書いたの、余白に書いたのが載っちゃったとか、多分そういう本当になんかの奇跡のタガメでした。ありがとうございますね。だから僕はタガメのやつを持ってますね、うん、タガメのやつを持ってます。みんなのにはないです、世界に一つだけですね、自分のサインとかじゃないんで、タガメが書いてあります。はい、ということでね、